京都製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。ようやくちょっとずつ慣れてきました。最近はエゴサもよくしてるんです。つぶやいてくれてる方ありがとう。ちゃんと見てますからね。で、Twitter を見てるとありがたいことに私のことを見る目薬って呼んでくれてる方がいて、ロートだけにってことなんでしょうけど、とっても嬉しいですね。まあちょっと照れますけど。そう、ロートは目薬のイメージ強いですよね。確かに目の健康にも力を入れていて、お休め体操という目を休めるために作られたオリジナルの体操があるくらいなんです。そこで私はとんでもない事実に気づいてしまいました。見る目薬、まあ私ですね、を見ながら目の体操をしたら、目に良すぎてもはや開眼してしまうんじゃないかと。はい、ちょっと何言ってるかわからないと思いましたよね。ストップストップ、ブラウザを閉じる手を止めてください。やめてやめて、押さないで。まあ要するに、おこがましい話ですが、私が見る目薬だとするならば、私を見ながら目の体操をしてしまえば効果絶大じゃないかということなんですよ。まあすごく簡単に言うと、私と一緒に目の運動をしましょうということです。まあ騙されたと思ってやってみてください。本当に気持ちいいからね。画面を見てるあなた、今日はお休み体操の一部を一緒にやりましょう。ではやっていきましょう。最初に右目でウインク、そして左目でウインク、目を閉じて開く、最後に目を回します。ぐる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 。どうですか？だいぶ楽になりましたよね。目の疲れ取れました？お休み体操の本編の URL は概要欄から行けるので、気になる人はチェックチェック。現代人は目を酷使してますからね、定期的に目を休ませてあげなきゃいけません。ということで、目が疲れてるなと思ったらまた見に来てください。再生回数のためではありませんからね。再生回数のためではありません。これは皆さんの健康を思ってのことなんですからね。じゃあ皆さん、バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。